前科 3, 89 3番893番超役太郎です。本日のお話は私のところにね、いくつも問い合わせがあったんですよ。これは超役太郎さんじゃないんですか こここの内容を説明してくださいいれはどういうことなんですか一般のファンの方からもあるいは私の知っている方からもねあったんでこれさすがにね答えないといけないんだまあどんな内容かと言いますとね組織に関する投稿問題し6代目山口組の名門組織が YouTuber になった元組に絶縁状ということなんですね。これは多分いいと思います。これは私が読んでも文句は出ないと思うんです。 令和5年2月28日付をもって絶縁いたしました今年3月に出回った一枚の絶縁状がヤクザ業界で注目を集めているヤクザもびっくり出回った絶縁状に書かれた衝撃文言絶縁状を出したとされるのは静岡県静岡市に本部を構える六代目清水一家です六代目山口組の二次団体である清水一家は伝統的幕府の清水次郎長を初代に持つ名門 そんな六代目清水一家が。 絶縁を通告したのは前身である妙組の元組員です。絶縁処分そのものはそこまで珍しいことではありませんが、その処分理由が話題を呼んでいるのです。驚くべきことに絶縁処分が下された背景にあるとされているのは YouTuber なのだという。絶縁された元組員は組を破門になった後に YouTuber として活動している人物だったのです。実際この絶縁状には右のもの、破門中の ところと記されているこの元区民はヤクザウォッチャーの間ではよく知られたユーチューバーである。 チャンネル登録者数も1万人を超える人気ぶりです。暴力団時代の自身の体験談はもちろん、時事的なニュースを解説するなど、幅広い動画投稿して好評を博していました。波紋になった後、YouTuber として活動していた元区民が、なぜ絶縁されてしまったのか、暴力団関係者が解説する。詳細は不明だが、 組について YouTube で情報発信することが問題視されたのではないかと言われている。実際最近のヤクザ業界ではしばしば YouTube が議論の的になっていて、組織の内情について配信する YouTuber を問題視する向きが 確かにある。回ってくる通達文でも、特定の YouTuber の名前を出した上で、全くのデマである。信じてはいけない。訂正することが多くなってきた。YouTuber と関係を持たぬように、区民に通達している組織や、反対に、特定の YouTuber に対して、いいねいやチャンネル登録を率先して行うように指示を出しているところもあると聞く。対応は組織によって様々だが、それほどヤクザ業界も YouTube を気にしているという。 いうことだろう今や情報発信のメインカルチャーとなった YouTube はヤクザの世界にも大きな影響を与えているようだもうね4分近く喋っちゃいましたの、ね、これどこから文句出ないだろうなこれヤフーニュースだよだよこうったなこれえフライデーデジタルフライデーデジタルフライデーデジタル ずっとさ、話変わってきて、私もうそろそろこれ、漫画が連載されるのをなんとあら偶然フライデーデジタルだから文句言われないよな、読んでもな。いや、俺知らないんで、これ言ってくれれば、へえ、そうなんだ。まあまあまあ、そういうことなんでしょうね。で、これ、これで、結局どういうことかっていうと、まあ、私のところに、これ違いますかって言っても、これ私違います。 はい。ではないです。確かに私も処分者ですよ。波紋にはなってますけど。まあ、あの、これは違うということと言っとくのと、もう一つ大きかったのは、一般の人から見たら、波紋も絶縁もよくわからないということなんですね。では、ここをまず、えー、詳しくね、解説していこうと思うと、処分の中で、暴力団、ヤクザの中で処分って大きく、除籍波紋絶縁とあるんです。まあ、引退というのもあります。引退とは病気だったり、年齢だったりっていうことで、処分ではないですね。で 引退、引退、除籍っていうのがあります。引退と、まあ、引退はもう名誉の形ですね。で、除籍っていうのは、ごめんなさいね。除籍、波紋、絶電。 で、引退っていうのはもう年齢が来たりしたり、代を譲るっていうことで引退です。で、除籍っていうのは病気だったり、いろんな形で、これはもう。で、処分という形になると、えー、破門。で、まあ、黒字破門とか赤字破門っていうのも組織にはよって破門の中でも赤字で書いてると思うよとかっていうことはありますけど、まあ、ここだとちょっとややこしいので、それはないという状態でいきますと、破門っていうのは、謹慎とは違うんですけど、復縁が可能なんです。一旦破門という形で、 波紋状を出すっていう形でおいて例えばそれが数ヶ月だったり1年経ったり3年経ってその回春の状とかいろいろなことがあってこの復縁ができるということもあるわけですというのは当人が悪いことをやって絶縁とかもうまあ、じゃあ先に絶縁と絶縁っていうのはどういうことかって言ったらもうこれが最高通告ですもう絶縁というのは復縁がないんですもうこれはヤクザ業界 というか、もう、業界からも、もう、絶対にもうダメ。絶縁が復縁になったっていうのは、ゼロじゃないです。今回のいろんなところの組織が、例えば、あの、山口組、六代目山口組で絶縁処分をしてても、えー、神戸山口組っていうことがあるんで、絶対とは言い切れないんですけど、基本、絶縁って言ったらもう、本当は終わりなんです。だから、神戸山口組って存在しないんです。 勝手に名乗ってますけど、それぐらい厳しいルールなんです。で、絶縁者のところについていった若、若い衆たち、射程も若い衆も破門という形にしないといけないですね。だけど、破門っていうのは復縁ができるよということなんです。 まだ、復帰の目、あの、の、可能性が残されてるっていうことなんです。で、今回の場合は、破門という復帰の目もあるし、まあ、処分としてはダメですよ。本来、破門になった時に、えー、坂き縁組、お断りしますと、そのようなことがあったら敵対行為とみなすっていうことが書状に書かれたぐらいなんです。今、そういうことは書かないんですけど、ね、それぐらい、あの、そうなんですけど、ね、破門の状態からさらにも重い処分ということです。時々ありますね。これは、あの、どこか組織に、 移動するとか、違うところに行くとかっていう話が出たり、当いた組に対して、 何かのアクションや発言をするというようなことがあった場合っていうことですね。まあ、この、えー、文面によりますと、何かその YouTube 上でね、どうのこうのという風うだということです。で、私もね、YouTuber として確認しとかなきゃいけないじゃないですか。まあ、それで私じゃないんですかというじゃちょっと違うじゃないですか。文章を読んでいくと、あの、数字の代償でどうこう言いますけど、ちょっと違うと思うので、私ではないですよね、明らかに。で、そこを見ていくと、ああ、なるほどということで、その中の の言葉の中に言動がいろいろあって組織に対してっていうようなこともあったのかもしれないですね、えー、私としては自分が見たことと見識と自分が感じたことをお話をしているということで,でその中から編集し言葉を選びチェックを入れて配信に 耐えれるるものととといいいううにししてて出ことなんでまあ今の話でいきますと結果 YouTube で配信したことがそれは引いてはこういったことになるっていうことはやはり何らかのね影響力があるということなんで好き勝手に喋ればいいってもんじゃないなってもう改めて私もね考えるところがあるわけです。で私もふざけて言ってるのは暴力団は何にも言ってこないヤクザの人たちは何にも言ってこないからいいよねっていう言い方をしてるんですけど本当ですよ。これが個人や対象の 組織とか会社とかってなかなか言えないんですけど、ヤクザ情報なんて勝手にね、写真使ってどうこうやってて、どこからもクレームは来たことがないのでね、ありがたいことですけど、私もこれからね、ちょっと、ああ、さすがにもうこういったことも難しいのかなっていうふうに思うんです。配信の中でね、私もいろいろこのある方とね、コラボをしないというふうにしてましたけど、やっぱり諸先輩とした時にね、言えること、言えないことがあるのでっていうことを言っていったら、自分が言えないこととか言うんなら配信やめろとか言うんじゃねえって言うけど、 うなるからですよそれは違いますよねっていうことなんですまあ当該の組織から注意があったっていうのはそこの組織の基準なのでよくは分からないですこれが波紋が絶縁になったっていうことはただそのコンテンツそうと言われている方の分からないですよ私も確認多分こうだろうなとコメントの中に入って書いてあったたくさんコメントが書いてあった中の中でこの方のチャンネルじゃないかということなんで調べていってみていくとまあ私はその調べたりできますから。だからこここそ内容がどのことに対してこれが何 あったのかってことはまあここで言うことではないですし確認の取りようもないですしまた当該の。 絶縁処分を出したところに確認も取れるわけでもないですし、まあ、処分状が本人のところに届くわけじゃないので、出したとか出さないの分かるわけでもないですし、ただ、まあ、これが偽物っていうことはないと思いますが、ただね、フライデーデジタル一言言ってくれれば私も助言ができたのにということであります。このね、フライデーデジタルもね、皆さんもね、よろしくお願いします。見てあげてください。ヤフーニュースに載ってますが、もとの記事の根元はフライデーデジタル。私がもう多分5月の末ぐらいかな、6月ぐらいにはこのフライデーデ デジタルから漫画が連載するということでその2ヶ月3ヶ月後には単行本が発売されるということでねなんか宣伝みたいになってはいけませんけどね皆様にねここでちょうど告知の場この別にね持ち上げてるわけじゃたま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  Yahoo ニュースになってたまたまちょいき太郎このことに喋ってくれこのことを教えてくれお前じゃないのか波紋と絶縁の違いは何なんだと言われたのでそれがたまたまフライデーデジタル講談社のフライデーデジタルということであのお話しさせていただきました 以上です。